ははいこんばんば今晩の生配信ね、ね一応9時から開始させていただくってことを伝えさせていただいたんだけどもしかして8時からというねで今、ちょっと考えたらね東京五輪オリンピックが今日、閉会式なんですね、8時からね、えー、なので、しばらく3時間半ぐらいやるのかな、えー、なので、えー、そちらと重なってしまうので、えー、今晩、生配信する予定だったんだけどね、えー、ちょっと中止にさせていただきます。 本来、まあ、最近土曜日やること多くて、昨晩でも良かったんだけど、ちょっと、あの、ワクチン打った後だったんでね、疲れもあったんで、やめて日曜日と思ったんだけど、今日は閉会式ということで、久しぶりに明日、月曜日ね、まあ、お盆休みの方多いと思うんだけど、月曜日、明日のえ夜9時と思ったの夜8時からね、少し早めに始めさせていただきたいと思います。早めに寝られる方もいらっしゃるので、早めにね、開始させていただきたいと思ってますので、 明日、8月9日、長崎、原爆が落ちた日ですけど、その8月9日、月曜日、夜8時からね、開始させていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、今晩ね、東京五輪、東京オリンピックの閉会式ということでね、あっという間に終わってしまったなって感じがすると思うんだけど、 まあ、多くの方が、ねえー、テレビで観戦された方、テレビ以外でもやるのか、観、え、戦、ー、された方もいらっしゃると思うんだけど、まあ、とにかくね、東京五輪、このご時世において、非常に大変です、世界がね。えー、そこで、まあ、東京に、えー、世界の超一流選手がね、まあ、本当に選手でも、本当にオリンピック出れるのは超超一流選手ですからね、その選ばれた人間が、まあ、来てね、その平和の祭典、スポーツの祭典、平和の祭典ということで、 世界以外は一つになるそういった意味で日本、東京五輪東京日本が果たすね果たした割あの役割というのが非常に重要なものだったかなって感じがしますこの後8時から閉会式ということでぜひ皆さんね見ていただければと思います今非常に大変な世の中です新型コロナによるパンデミックが世界的に起こっていてね今後 ワクチンが世界各国で普及していく中で、えー、収束に向かっていく、これはまち紛れもない事実でしょう。今、このご自身は日本においても、ね、第5波ということで、結構感染者がひどくて、多くてね、大変だと思うんだけど、まあ、もう少しの辛抱だと思っていただければと思います。とにかく、えー、平和の祭典、スポーツの祭典、平和の祭典、東京五輪を無事に終えれるということでね、嬉しく思っているところです。ぜひ皆さんもね、えー、閉会式をね、見ていただければと思います。ということで、明日ね。 8月9日月曜日夜8時から生配信をさせていただきますでその時まあ今日ね昨日打ったんで今最近ちょっとマしになってきましたでせっかくなんでちょっと乾杯でねやらさせていただきたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。